どうも皆さん、ヒカキンを越したいな TV です。本日はですね、6月10日稲葉邦子さんのお誕生日です。おめでとうございます。はい、で稲葉、邦子さんって呼びますけども、邦子さんはですね、今日で83歳になるんですかね。なんかですね、調べたんですけど、情報がですね、結構ですね、ごちゃごちゃになってまして、生年月日とか調べたら1938年6月10日って書いてあるんですけども、ただ去年のなんか津山市の、まあ、多分地元のウェブサイトですかね、には稲葉さんのその邦子さんの直筆で、まあ、去年なんですけども82歳の誕生日を迎えることができましたってあったんですね、書いてあったんですね。そうなると、生まれが37年生まれになるんですよね。なのでちょっとまあすいません、その辺はあまり調べられたられてないんで曖昧なんですけども、まあとりあえずまあ誕生日を迎えたということで、ではですね、そんなですね、まあ邦子さんがですね、まあどういう人なのかなっていう、ちょこちょこ見ていきます。邦子さんに関するエピソードですかね。まずですね、まあ、言わずと知れたあの稲葉化粧品ですね、まあ、稲葉化粧品で、まあ、今もうですね、邦子さんは、まあ営業を、まあ、営んでおりまして、でこれあの資生堂なんですよ。資生堂の、まあ、加盟店なんですかね、まあ、なので、まあ、当たり前ですけども、日本でなんか噂によると日本で一番売上が高いなんか加盟店みたいなことをちょっとなんか、小耳に挟んだじゃないですけども、まあ、でも確かに、うん、そうだよな、影響力は強いよなとは思いますね。で、みのりん、千原みのりさん、みもりんじゃないですね、あの岡田鈴子の方じゃなくて、あの千原みのりさん、みのりんも、前にですね、その稲葉化粧品に行って確か、その化粧品を買ったということを言ってましたね。はい、で、まあ、一応ですね、稲葉化粧品、調べれば出てくるんで、岡山県津山市川崎168ですね、番地が。で、まあ、なんでそこ行ってですね、皆さんもですね、まあ、まあ、今も今日6月10日なので、まあ、大体、まあ、その土日に、この稲葉化粧品行って、邦子さんを、祝って、まあ、来るといいんじゃないですかね。多分邦子さんも喜ぶと思いますよ。でもあんまり行き過ぎるとですね、ちょっとお店の迷惑になってしまうんで、まあ、ほどほどにという感じで、それでですね、まあ、邦子さんのエピソードで面白いのが、あの美術がですね、確か、年始か1月1日から3日にかけて、なんかそのデジタルサイネージで、そのあの都市名と日付と下になんかビーズ2020みたいなデジタルサイネージっていうか、その出したんですね。まあ広告ですかね。広告出して、でみんなそれで、あ、なんだこれみたいな、もしかしてライブの日程じゃないかみたいなのが飛び交ったんですよ。でツイッターのトレンドも3日連続、まあ、1位だったり。でそれで確かライブの日程ですよってビーズの公式が発表する前に、あの邦子さんがあのビーズのライブねやることになったんでみたいな感じでちょっとネタバラししちゃったという、まあ、ちょっとの差で、あのビーズの公式より邦子さんがライブだよってライブの日程のことをネタバラししたと、まあ、そういうちょっと面白いエピソードもありますね。はい、まあでもですね、邦子さんはですね、まあ、調べれば出てくるんですけども、結構まあお若い方ですね。でですね、まあ、稲葉邦子って調べて検索すると、なんか医者の方からね、90歳まで、まあ、問題なく元気いられると、まあ、元気な方ですね。うん。いや、自分もですね、一回ぐらいですね、稲葉化粧品に行って、ちょっと、邦子さんに会ってみたいなと。でですね、ちょっとまあね、ラブライブのブルーレイとか、プレゼントしたいなって思いますね。はい、ということでですね、まあ、今回はですね、まあ、そこまでは、長くなかったんですけどね、まあ6月10日稲葉邦子さんのお誕生日ということで本当におめでとうございます。